今のところ大きな混乱はないようですけれどもオアシス21、今年は去年よりもだいぶこの規制が厳しくなっているようですすねねそうです、ね、では、どんな規制が行われているのか見てみましょう、今、中継にもありましたではまずは屋上にあります水の宇宙船から見てみましょう、ここはですね今日午後6時からすでに、えー、規制が始まっています。 そして明日はですね午後5時から午前10時まで閉鎖されますさあそしてですね一方なんですけどもあさっては午前10時までですね一方ですねこちら緑の大地なんですけども今日はもうすでに閉鎖が始まっていて明日は午後5時からあさっての未明までとなっていますそしてですね多くの店が集まっているこの銀河の広場なんですけどもここはですね 明日は終日休業そして明日の午後 5時からはですね、この広場自体も閉鎖されるということなんですね。はい、かなり大掛かりなものなんですけれども、なぜオアシス21を閉鎖するんでしょうか。はい、名古屋市の担当者はこのように説明しています。とにかく人が殺到することによる混乱とトラブルを避けるためだというふうに言っているんですね。そして主催者のいないイベントは非常に危険ですとも言っています。主催者がいる場合はですね、組織的な警備体制、救急医療体制などこれ自治体に。 提出しななきゃいけないいけ、ね、そういった計画をしかし今回、ハロウィンは主催者がいない場合が多いので有事に備えた対策はないということなんですね。オアシス21は閉鎖されますけども人がですね他の場所へ移動して混雑することは十分考えられます。ハロウィンを楽しむためにもあまりにも混雑するような場所には行かないそんな注意が必要です。